愛知県津島市で3年ぶりに行われた駅伝大会。懸命に走るランナーの中でひときわ注目されたのは、知事選よろしくお願いします。揃いの T シャツを着て参加したこちらのチーム、その正体は愛知県選挙管理委員会の職員なんです。普段愛知県庁で働いている職員が一体なぜ駅伝に。選挙啓発として参加させていただくわけですけれども、今月5日に投開票される愛知県知事選挙の投票率を上げるため駅伝に参加して選挙の啓発を行う狙いだったんです。その名もひたむきさ、あの PR 作戦なんですかね。ひたむきに走る姿から投票の大切さを訴えたい、その思いのみで5人で20キロを走ります。第一走者は今井担当課長。50歳の体に鞭を打ち、およそ5キロのコースを走りながらも選挙の啓発は忘れません。さあ、たすきは第2走者へ渡りました。頑張りました。第3走者の宮崎さん、学生時代は弓道一筋、体力に自信はありませんが3週間の断酒でコンディションを整えてきました。走り終えると思わず頑張りました。お酒も我慢しながら練習をしてきたんですが、ね、成果は出ましたか。いやー、まあ多分あったと思います。さあ、第4走者の石渡さんは元サッカー部で持久走には自信があり、そして移動前はスポーツの担当課で勤務していたアンカーの鈴木さんは趣味のテニスで鍛えた脚力が期待されます。スタートからおよそ1時間半後、無事にゴール。思わずハイタッチ、笑顔がこぼれます。この愛知県知事選挙っていうのは県政をの4年間の県政 の, あのもう担うあの、まあ、リーダーを決めるという大切なあの選挙ですので、少しでも多くの人々があの投票することによって投票率が上がるといいなと思っています。選挙管理委員会がここまでするその訳は投票率の低下です。前回2019年に行われた愛知県知事選挙の投票率は過去3番目に低い 35.51%、 そのうち20代の若者の投票率は最も低い 22.84% となっています。ではなぜ若者は投票に行かないのでしょうか。実際その知事が変わったことでなんか影響を自分に影響があったっていう経験がないんで、だからその影響がないうちはそんな興味持たないんじゃないかなと思います。投票したとはいえ何か変わるっていうのが期待できない。多くの若者が政治に興味がないと答えたことについて政治学の専門家はこのように指摘します。もともと若い方はですね、お年を召した世代に比べるとこの自分の力で政治が変えられるとか、まあ、そうした意識がすごく低いんですね。で、そうした中で、実際にじゃあ投票に行かないということになれば、ますます政治の側はお年を召した方の声を重視するようになってきますから、そうすると若い人たちはますます政治から外れていく、離れていく。先月、こうした状況を打開しようと選挙管理委員会は若者に向けた啓発イベントを開催。2月1日愛知県知事選挙ありますんで、よかったら投票してください。さらに皆さんにもこう足を運んで1票入れていただけるといいなという思いで書いてみました。稲沢市出身の生見メルさんをイメージキャラクターに起用し、投票率アップへの手はずを整えてきました。
整うといえばこちらの施設でもどんなつながりで今じわじわ汗かいてきましてもうめちゃくちゃ気持ちいいです。そのアップから入るんだろうな。胸元の一見選挙には関係がないように思いますが、実はこちらの施設、選挙に行くとなんと 20% オフになるんです。すごいでかい。投票に行くともらえる投票済み証を持っていくと特典を受けることができる選挙割。今月5日から平日だと1738円かかる入館料が投票済み証の提示で 20% オフの1390円になるんです。はい、この他にもこちらの飲食店では投票済み証を見せると看板メニューの唐揚げがおまけに。これらの選挙割を運営しているのは学生団体。若者の投票率を上げるために飲食店などを回り利用できる店舗を増やしてきました。行ってみていただいてサービスを使っていただいて楽しかった、次また選挙行ってみようっていうような次につながったらいいなっていうふうに思っています。一人でも多くの人に選挙に行くきっかけを作りたい。さまざまな人があの手この手で投票率アップを狙う愛知県知事選挙。投票は今月5日に行われ即日開票されます。投票割だったりひたむき駅伝作戦いろいろありますが、福さんはどうですか、心に響きましたか今の作戦は。そうですね、去年の参議院選挙の時からああいう取り組みって結構行われているなっていう印象はあったんですけど、ただ一番は僕らに響く政策を出してくれることが、それが若者の中でどれだけ浸透するかっていうことだと思うので、僕らが投票に行かないとその若者のに向けた政治が行われないよっていうんだけじゃなくて、お互いに歩み寄れるような環境を作っていただくことも、だからお互いにっていう部分が大事なのかなっていうのはすごく感じます。18歳の福さんはこう周りの人と政治の話とかはしますか。いや、ないですね。だからそこが僕らのところに降りてくるまでの分かりやすさと僕らに向けた政治っていうのがあってくれたらいいなというのはすごく感じます。しっかり出してほしいですよね。さて、その愛知県知事選挙2月5日ですが、2月5日の深夜に中京テレビでは愛知県知事選挙の特別番組を放送いたします。また投票締め切り直前の午後7時50分頃から開票速報をウェブ配信いたします。ぜひご覧ください。